こんにちは、琥珀です。今日はお着物に合わせる小物のご紹介をしたいと思います。前にも帯留めの動画でお話ししました。ハンドメイドで帯留めを作ることに挑戦してみました。レジン液で帯留めを作っていきます。同じデザインのピアスも一緒に作ってみました。ご覧ください。はい、ここからは8倍速で流していきます。シリコンモールドの型で作った楕円のレジンにブラックのジェルネイルを塗っていきます。3度塗りぐらいしてですね、 UV ライトで硬化して漆黒の帯留めを作っていきます。はい、今見ていただいているのはお揃いのピアスになります。レジン用のパーツやデコレーションの種類もたくさんあって、やってみたいことがたくさんですね。100円ショップでお安く材料を購入して、こんな素敵なものができるのは、いや本当楽しいですね。はい、お洋服にも合わせられるピアスも作ってみました。はい、こちらですね。同じくシリコンモールドの小さめの型で固めたものにベージュと白のジェルネイルを塗って硬化していきます。今回ですね、ドット柄のピアスにしようと思いましたので、白地のところにですね、黒いジェルネイルでドットを描いていきます。最後、ぷっくりさせるためにですね、レジン液をのせて硬化して出来上がりですね。はい、出来上がったピアスがこちらです。はい、3種類作ってみました。ピアスの金具を接着剤でつけてみました。はい、こちらがですね、レジンで作った帯留めとピアスになります。着物に合わせるとこんな感じですね。はい、一緒に作ったドット柄のピアスもお着物に合わせてみました。いろんなことにチャレンジして楽しめるっていいですね。やっぱりお着物って素晴らしいです。今日も皆さん見ていただきましてありがとうございます。それではまた。